4月14日、双葉町産業交流センターで、中野地区復興産業拠点に立地を予定している、フレックスジャパン株式会社と、双葉町との企業立地協定締結式が執り行われました。締結式では、フレックスジャパン株式会社代表取締役、矢島孝夫様と、伊沢史郎双葉町長による調印が行われました。フレックスジャパン株式会社は、長野県を拠点に、シャツの製造、販売を展開している会社です。2021年春、衣料品のリメイクをはじめとした新たな事業を立ち上げ、その拠点の一つとして、双葉町に工場を新設します。衣料品の再生というのは、単に SDGs でゴミを削減するということだけではなくて、捨てられないものをもう一度手元に置けるようにする。思い出の復興事業であるとも思っております。そのような事業に乗り出すにあたって、双葉町でお仕事をさせていただけるようになったことが本当に幸いでございます。工場は2022年秋頃に開業予定です。